産経新聞」令和3年4月28日水曜池袋暴走被告人質問過失改めて否定東京池袋で平成31年4月乗用車が暴走し2人が死亡9人が重軽傷を負った事故で自動車運転処罰法違反 過失・致死傷の罪に問われた旧通産省工業技術院の元院長飯塚幸三被告89の後半が27日東京地裁で開かれ初の被告人質問が行われた事故直前の状況を問われた飯塚被告はアクセルを踏んでいないのにエンジンが 異常に高速回転した、などと述べ自身の過失はないと改めて強調した弁護側の質問に対し飯塚被告は事故当日もブレーキの作動を確認し異常はなかったと説明車が暴走した際にパニック状態になったと思うと認めたが アクセルペダルを目視で確認したと主張しペダルが床に張り付いているように見えたと振り返ったこれに対し検察側はドライブレコーダーの映像と飯塚被告の証言に食い違いが複数あると指摘アクセルとブレーキを踏み間違えた可能性を改めて問いただしたが 飯塚被告は「踏み間違えたという記憶は一切ない」と断言した6月21日に行われる次回の公判では事故で妻と3歳の長女を亡くした松永拓也さん34らが被害者参加制度を利用して被告人質問を行う予定 幸三被告の初めての被告人質問は休廷を挟まず約2時間に及んだ車椅子で出廷し時折言い間違いを指摘される場面もあったが最後まではっきりとした口調で質問に答え続けた飯塚被告これまでの後半と同様にアクセルとブレーキの 踏み間違えはなかったと主張するさまに遺族は怒りを隠さなかった検察側の質問はドライブレコーダーの映像と飯塚被告の証言との食い違いに集中した検察官は映像をもとに事故直前に計3回車線変更をしている O という 声を発したのは焦ったからではないかなどと矢継ぎ早に追及飯塚被告は「覚えていない映像を見ても記憶は戻らなかった」と応じた一方初公判に続き謝罪の言葉を口にする場面も松永真奈さん当時31歳と長女莉子ちゃん 3歳が亡くなったのを知ったのは事故当日の夜だったとし大変なショックを受けた二人のご冥福を祈る気持ちでいっぱいだったと述べた被害者参加制度を使って裁判に臨んだ遺族からは飯塚控入り飯塚被告への怒りがにじんだ 悔しかった。虚しさが増した。後半後に記者会見したマナさんの夫拓也さんは「真実を述べてくれるだろうと思って裁判に参加してきたのに口頭無形な主張をされ続けた」「今日の裁判が一番絶望した」と力なく語った。 無罪を主張するなら、簡単にご冥福をお祈りするとか言ってほしくないと声を震わせ、アクセルを踏み間違えた記憶は一切ないとする飯塚被告の主張について、あまりにひどい、そんな人に妻と娘が命を奪われたなんて、返してほしい。 訴えた。マナさんの父上原義則さん63歳も立ち上がって殴ってやろうと思うくらい悔しくて悲しかった私は多くは願っていない彼に事故と向き合い反省してほしいだけだと目頭を押さえた。